新潟ゴルフクラブは新潟県新潟市西館区にあるゴルフ場である。1952年頃、新潟には山も平野も海も大きな自然がある。だが、大県新潟にゴルフ場がないのはおかしいと焦り始めたのがゴルフ族だった。新潟のゴルフの歴史は遅れてやってきた。1954年、小針、有明海岸にゴルフ練習場を作ったのが大森健治だった。 1956年、新潟商工会議所の和田寛基地が、新潟競馬場内に3ホールのゴルフ場を造成した。地域振興のためと新潟県が動き、ゴルフ場建設を企画し、建設用地として、ヤヒコ、柴田に敵地探しをはじめ、村上市のが安海岸を候補地と決めた。候補地に、新潟ゴルフ場建設予定地、1957年6月オープン。 の看板まで建てた。しかし、1955年10月1日の新潟大火で、ゴルフ場建設どころではなくなり、計画は頓挫してしまった。1957年5月、望むゴルフ場建設用地に巡り合った、牧町防護課の弥彦さんを望むことができる9万坪の土地で、長岡藩の四藩峰山藩の長連場だった。1958年4月、 コース設計をマルモの部活に依頼し、コース造成工事を着工し、同年10月1日、アウトコース6ホールで仮解除された株主たちが待ちきれなかったからである。1959年春、残された3ホールが完成し、アウトコース9ホールが完成した。1960年6月、インコース9ホールが完成し、計18ホール規模のゴルフ場が完成した。 インコースは何ホールで高低差130メートルの型流れの斜面で改造工事を11年間で5回も行われた。最も恐れられたのが15番ホールの軍艦で2段のフェアウェイと千早城攻めと言われた砲台グリーンも穏やかになり18番グリーンの身の丈を没するアリソンバンカーも姿を消した。郵便番号953-0075新潟県。 新潟市西館区方、丘744番地、ありがとうございます。